ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。油断したな、金色。お許しを。すぐに仕留めますので。
私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。ボルト、ちゃんとリングは持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ？そして子供たちに、お兄ちゃん、これでしょ？サンキュー、ひまわり。じゃあ、演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力により、バラバラだった五つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。ふさっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう。集合場所は木の葉の門だったよな。あれ、サバイバル演習場に直行だったっけ。まあ行けばわかるか。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜丸先生くらい。遅刻男がなんだって。奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のホカゲとしての器を表しているのかな。ホカゲになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから。大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜ、サラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。戦闘開始。さあ、本気でかかってこい。一人で何とかしようとするな。相手のはチームワーク。攻撃のメインを切り替えることを意識しろよ。それ達成考えだってばさ。
僕でよければ使ってみるか。いつでも一人で全部できた方が断然かっこいいじゃん。なんだ今の。お前ってやつ。まだまだ。そろそろ決めるわよ。もう一丁。まだバラバラな血は。なるほど。あれが最近開発された例の武器。そこだ。行くぞ。よくできた方かな。やっぱ俺がいてこそのこのハマる班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさかそんなことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ。ああ、いやお前たちは仲がいいのか悪いのか。正直チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度のん？はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ホカゲなんだから。だからホカゲになるのはわた。俺はホカゲになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君がホカゲになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いホカゲなんだ。一番偉いとかなんだとかそんなの関係ねえよ。一番地形とこにあるもんも見られねえホカゲなんて。出せんだよ。クソ親父。それで、そのクマ捕獲は誰に行かせたんだ？このハマルの班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ。いや、だからこれはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。このハマル先生、
あのクマパンダの捕獲に使った人具は。ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学人具班の試作品。この人具の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな。極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習とクマ捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って捕獲室に来るように。はい。いいな、ボルト。へいへい、分かってやすよ。それじゃあ、後でな。Tired of pushed to the ground. Speak